あれマイクは Where's、まあ、全てここで揃えられたら揃えちゃうことができます。 I look like I'm a fisherman. はい、ミッフィー見つけました。あ、チョコパイだ。何買ったの？ You like chocolate pies. そうそうそう、ありがとね。はい、皆さんこんにちは、キヨです。マイクルーです。はい、というわけで今日は、日曜日なんですけど We are going to a Western mountain. Yes, we're gonna get some clothing shopping trip. そうです、今日は、ちょっと夏服が私たちないので夏服を、買いに行きたいと思います。というのは、すごい寒かったんですね、ずっと先週まで。だけど今日になって28度とか I think the temperature goes up to 23, 28. Yeah, it's gonna be hot today, but it's not turning off so hot. So we kind of are wearing our jackets. そう、今私たちジャケットを着てるんですけれどもこれ今12度ぐらいなのかな。だけどこれから23度みたいに上がるっていうことなので、もう私たちは急いで、ウェストエドモントンに行って、洋服を買わなければいけません。はい、というわけで、It's been a long time since we went to over there. It was like a 2 months ago or something. It was like wedding prep. Was no, I think we went there before, after that. I'm not sure. But 今日はじゃあちょっと一緒に行きたいと思います。はい、というわけで今歩いているところでございます。ですね、まあこれからバスを使っていくんですけれども、エドモントンのバス、まあ、大体、どこのカナダのどこ行っても同じなのかな、バスは一律3ドルと50セントです、まあ、日本円で言うと今の時価で言うと350円ぐらいかな。それで多分1回払えば2時間、どこの区間にも乗ることができるので、例えばなんか45分そのバスに乗って、まだ2時間以内だったらまた違うバスに乗り換えて、目的地に行くことができます。今日は私はもう真っ黒の洋服で、来ましたが、マイケルは春らしい白と青のコーディネートでございます。もう全然合ってない私たち、本当ガチャガチャ。はい、というわけでもう5月に入ってるんですけど、見てこの木ね、まだこんな感じで全然緑にもなってないし、花もついてないです。これからなんだけど、本当に日本にいる人たちは羨ましいな。だってね、もうね、緑で生い茂ってるでしょ。で、花ももう見れたでしょ。そうなんです、カナダのここの地帯はまだまだ冬の陽気っていうのかな、うん、これから春になっていく感じでございます。はい、というわけでバス停に着きました。バス停はね、こういう感じになってます。あれマイクは Where's おべ、お、間違えた、バス停あっちだったわここがね、バス停です。ここがバス停になります。はい。ね、カナダあるあるなんですけど、冬になるとめっちゃ寒くて、本当にここで立ってバスに乗るのがすごい辛いんですね。なので、こんないい天気でバス停でバスを待てるなんて本当幸せ。はい、というわけで乗り込んでいきたいと思います。日本と同じように ARC カードという IC カードがエドモントンにあり、そのカードをこのブルーの光っているところにタップすれば乗れます。お金を払うときは両替できませんので、必ず3ドル50セントを持ってきてください。もらったレシートは90分間絶対に持っていてね。乗り換えの時にこのレシートを見せなければなりません。 IC カードなら乗り換えの時にタップすれば90分間は無料です。はい、というわけで今バスに乗ってウェストエドモントンに着きました。今ちょっと見せますけど、あっちのすごいあっちの角の方からここまでずっとモールなんですね。何なんだろう、カナダっていつもに2つの顔を持ってて、雪の時の街 と、雪じゃない時の街、全然違います。なんかね、雪の時は、雪が降ってる時はすごいなんかね、何て言うんだろう、なんか寂しくてね、暗く見えるんだけど、なんか夏になると同じ街でも全然違う顔を見せてくるから、ちょっとね、疲れるなんかね、ちょっとびっくりします。はい、まあそんなことはどうでもいいので、今から行きたいと思います。
はい、昔の、動画を見てくれると分かると思うけど、まあ、全てここで揃えられたら揃えちゃうことができます。洋服もね、H&M とか、まあ、ユニクロとか、まあ、いろいろなものが、ここで揃うようになってます。はい、それでは最初にですね、アーバンアウトフィッターズに行きたいと思います。はい、日本にはないんだよね。ここはセレクトショップで、まあ可愛いのがあるのでちょっと高いけど、ちょっと行ってみます。はい、というわけでユニクロに来ました。まあね、日本でも来ちゃうけど、海外に来ても何でも来ちゃうんだよね。まあ、安いし生地もいいし、私は大好きです。はい、というわけでちょっと、何か買おうかなと思います。はい、ミッフィー見つけました。あと何だっけ、キッヘリングね、American artist。 そうだね、はい、かわいいね。これなんだろう。That's Jean-Michel Basquiat. I'm going to say the last name, Basquiat. Basquiat. Yeah, American artist. そうだね。なんかすごい、いっぱいアーティストのやつがいっぱいあるね、今回はね。あ、ほら見て、スヌーピー。スヌーピーもあるここ。Oh, Snoopy. Peanut. Who's this? I don't know who that is. That's cute. A lot of the art. はい、進撃の巨人もここをやってます。30ドルだって、3000円なんだけど、1つ T シャツ高いのかな、これって。可愛いんじゃない。 Yeah, I think it's cute. Not cute. Yeah. Oh yeah, well it goes with this look today. I look like I'm a fisherman in Nova Scotia. How much artist is this?I don't know. So, oh, it's the other shirt, Jean-Michel, who I can't say is like Basquiat. Basquiat. And so then this is Warhol. Ah, これがウォーホールね。あとこれもそうじゃん、バスキアじゃん。ね。And more Warhol, obviously. ああ、なんかすごいね、アートがいっぱいだね、今回はね。Oh, wow.はい、というわけで今ユニクロに行きました。なんかセールのものがすごい可愛いのがあったので、ちょっとまた、帰ってきたいと思います。 I liked all the art collaborations. ああ、そう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 、ね、cool. ね、もうマイケルはアーティストさんだから、あのアートの T シャツすごいよく気に入ったみたいです。また戻ってきたいと思いますけれども、今からザラに行きたいと思います。なんかいっぱい可愛いのがあるね。刺繍だ、可愛い。あ、oh, this is stitches. Yeah. 今回のコレクションはすごい可愛いね。なんかちょっとフューチャリスティックな感じで、ね、なんかあのレイディガガのクロマティカをなんか思い出す。今日は日曜日なんですけど、そんなに混んでなくてすごい、見やすい、うん、いつも多分ね、土日だとね3時とかが混むのかな。だからもしエドモントンに来た際は皆さん、でウエストエドモントンモールに来た際には、朝方がおすすめでございます。はい、前来た時はもうすごい混んでて、もう何もなかったし、あと人が多くてもう見る気にもなれなかった、疲れちゃったんだよね。はい、というわけで、来る時は朝を目指して来てくださいませ。はい、最後は H&M に行ってから、ちょっと見てから今、どれにしようか、考えることにします。だいたいね、いつもね、全部回ってから、あ、これが良かったなっていうところに行って買うようにはしてます。はい、我が味方の H&M に来ました。はい、では、ちょっと見てみたいと思います。はい、今、H&M にいるんですけど、マイケルは何か買ったみたいです。はい、というわけで、日本にはあるのかよくわかんないけど、H&M のホームセクションがあって、なんかこういうものもいっぱい売ってます。日本にはあるのかな。もし、日本で見たことないけど、もしあるっていうことでしたらコメントください。は
い、というわけで、まあ、全部見終えたのでこれから、ユニクロに行って私は買い物したいと思います。まあ、3着ぐらい買えればいいかなっていう感じでございます。はい、まあね、T シャツとかなのでそんなにお金はかからないけど、今ね、財政引き締めでございますから、私は、あんまり買わないようにしたいと思います。はい、というわけで今、洋服の買い物は終わりました。今買ったものは後で見せたいと思います。はい、で、今これから行くのは TNT って言って、まあ、もう皆さん分かる通り日本とか、アジアの食品を売っているところに行きたいと思います。今日はちょっと揃えるものがあって、はい、それを揃えていきたいと思います。というわけで TNT に来ました。はい、それでは、ちょっと早くここでは早く、お買い物済ませて、帰りたいと思います。おいしそう、肉まん。日本のセクションをここかな、ここは日本のセクションじゃない、こっちかな、あ、ここっぽいな、ここですね。はい、というわけでとんかつソース、うわ高っ、9ドルもする。うーん、追いがつおのソース、これも買いたいと思います。だけどこっちの方が安いな、こっちにしよう。このね、大小味塩コショウ買います。I like this stuff a lot. 本当だよね。これは好きなんだよね。はい、あとね、キューピーマヨもね、買わないとね。はい、That's hard. It means like less oil. We want the fatty one. Yeah, we want the fatty one. ちょっとお米のセクションに来ました。まあ2倍かなって感じ。こういうお米はね、やっぱ日本で買うよりもやっぱ高いですよね。はい。生え抜き、山形のやつとか、あと魚沼産のコシヒカリがあるけどやっぱ高いです。4000円ぐらいするかな。うん、はい、そんな感じです。今日は買わなくていいかな。はい、札幌一番がありました。なんかね、札幌一番はね、日本の味と同じ。あ、チョコパイだ。何買ったの？ You like チョコパイ。そうそうそう、ありがとうね。言わなきゃいけない。そうだね、はい、はい、というわけで今日は少しつっても、ね、始めたらいっぱい買っちゃったけど、まあこんな感じです。はい、というわけで今家に帰ってきました。じゃあ今日はまあウエストエドモントンに行って洋服を買ったりとか、あと T&T だねっていうところに行って、物を買ったりしました、食べ物を買ったりしました、ですね、この動画はこれで終わっちゃうんですけど、もう一つ、多分これからあと1週間ぐらいに出るかな、中身、何を今日買ったのかっていう中身の紹介をしたいと思うので、もし、興味のある方はそちらもご覧くださいませ。はい、というわけで今日も一日ありがとうございました。いいねボタン、またコメントのあったりとかぜひぜひ、いただけるととても嬉しいです。励みになります。あとまだ皆さん、チャンネル登録してない方ぜひぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで今日も一日ありがとうございました。じゃあね、またね、バイ。